おはようございます。即歌塾のコブです。即、え、歌、ー、塾 YouTube の皆様、本当に、ね、おめでとうございます。まあ、ヨシックスさんね、チャンネル登録者数1000名を突破したということで、山根さんも祝辞をあげていましたね。であの、この山根さんね、山根さんに関しましても、に今ね、西アークラソンで YouTube 検索すると、まあね、山根さんの動画ばっかりですよ、出てくるのは、えー。一番上にあるのが、山根さんのね、西アークライフ、勝ち逃げ親父を目指せ。ね。 プラスヨシックスさん1000人突破おめでとうございますというね、あのヨシックスさんのために上げた動画がトップ3に入っているということでね、山根さん本当に西アクラソンというね、えー、そういう偏京の力、えー、もう毎日毎日メッセージを上げてくださってありがとうございます。で、他の YouTube 人さんも、うん、まずは1個目動画上げたぞって,ってもね、次の動画上がってない方もいると思いますけども、まあ1個上げればね、いつかまた上げてくださるんではないかなと思います。まあ山根さんがね、こうやってなんでね、えー この一定の方の支持を得てるかっていうとやっぱり正直な発信なんでしょうねきっと山根さんの人柄にとか山根さんの素朴な感じにっていうことでものすごく信頼を集めてるんですよで今ね YouTube っていうのは嘘がものすごく入りにくいメディアだと私は思いますだから YouTube を見る人とか YouTube が好きな人っていうのは多いと思うんですよ特に私みたいにこの編集も何もしてないノーカットのものっていうのはあの私がねどんなねごまかしも入ってきにくいんですよごまかしが入らないとは言わないですよ ごまままかかしが入ららないいと言いませんけどももりり直しっていうのもありますからねただやっぱりあのテレビメディアとか雑誌っていうのは広告で運営されてますから広告を出す人に忖度しなくちゃいけない気を使わないといけないっていうのはあるんですよ当たり前にあるんですよ、ねえー、例えばですねんあのよくある話なんですけども、まあ、刑事ドラマであの薬で、ね、殺人事件が起きましたっていうことがなかなか言えないのはあの、まあ、製薬会社がスポンサーに入っている場合はそうなんですよね。 で交通事故で、まあなんかね、重大な事件が起きましたってドラマができないのは車がスポンサーになってる場合なんですよ。まあ、こういうふうにねテレビっていうのは人工的に作り上げられたコンテンツであり人工的に人気を,を出された。 タレントさんが出ています俳優さんんがが出出てていいまますす俳優ですからそういうのが我々が、ね、大好きだった時代もありますけども俳優でもなくてプロでもなくてただ私たち自分たちと同じような立場でね Amazon のレビューみたいに自分たちと同じ温度差立場の人が正直にいいことも悪いことも語っている放送メディアそれが YouTube なんだなってことで人が集まってくると思うんですよで今回ね。ヨシックスさんが1000人のチャンネル登録者数を 発表したのももこれもね結局は正直が認められてヨシックスさんの動画を見ていたい学びになるこの人の人格好きだな話し方好きだなってものが集まった結果だと思うんですよでも自分をよく見せようと言ってね作り込んだ動画っていうのは人が集まりますかね集まったとしてその方がずっとついていってくれるかなってことなんですよやっぱり人っていうのは YouTube を見るにしてももっと正直なものをやっぱり同時に探していくんですよねそういうい意味で 正直かどうかっていうのも大事ですけども正直だと思われてる思っていただけるようなものをしかも継続的にやっていくことが全てだと思いますよねだからねやばい時に逃げ出す人っていうのは多分人はついてこないんですよやばい時だからこそさらにね一歩踏み込んでいく人に人は感動してあこの人の背中を見ていこうと思うんではないかなと思いながらね、えー、なかなかそうなれない久保でございましたああでは本日は以上でございます、えー、それではね、えー、今日も元気に頑張っていきましょう失礼します